はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。さあ、今日もね、デッキ紹介やっていきたいと思います。さあ、本日紹介するデッキはこちらです。ゴルガリランプということで、ゴルガリのランプデッキで、ランプして最後に、多元宇宙の突破やら、執念の徳目、あとニッサの奥義であったり、ティラナックスレックス、まあ、ブラスカ、まあ、ここら辺でね、勝負を決めていきたいのと。で、まあ、序盤は助教であってたり、ここら辺の状況であったりね、土地を伸ばすカード、あずさの幾多の旅であったり、ボラックスであったり、全世界への進行、まあ、ここら辺入れながら、この開花の回も入れながら、まあ、ブロッカーとしてはね、苔森の戦慄騎士に、グリッサ・サンスレイヤー、まあ、先制攻撃性質非常に強いのと、これはまあ死んでも死んでもまあ蘇ることができるというね、非常に優秀なブロッカーで、パンチ力も3ありますんでね。はい、こんな感じで、組んでみました。さあ、それではね、早速回していきましょう。と、その前にシングル価格ちょっと見ていきましょうか。はい、それではシングル価格の方を見ていきたいと思います。10月19日時点ということで、ゴルガリ、まあ、2色デッキなので、まあ、土地の方は少しね、抑え気味になってます。合計で9800円ということで、相変わらずまあこの四支天狗岳の林間地、まあこれはちょっと高いけど、まあ他はね、そんなに、眠らずの荒野がね、やっぱ意外と安くて使いやすいですね。はい、ゴルガリ使うときはね、ぜひ採用してほしいカードですね。さあ、そして呪文の方ですね。こちらはまあ合計からいくと2万2000円ということで、ちょっとお高めなんですけども、高いのが執念の徳目と、まあ、この開花の亀、まあ、シングル価格的に高いんで、いらんちゃいらないんですけどね。あと、ティラナックスレックスもいらんちゃいらないんですけどね。意外と高かったね、このカード。あと、執念の徳目はね、これでもやっぱ難しいな。ランプデッキだったらね、普通に70のエンチャントも受けるんで、非常に優秀なんですよね。赤単にも強いし。だから、ここはちょっと、そうね、調整難しいな、結局。まあ、土地と合計で3万1000円なんで、まあ一応この開花の亀とか、まあそこら辺削っていけば、まあ3万円は切ってくるかなというところではあるんですけど、まあそれでもやっぱりちょっとカジュアルデッキとしてはちょっと高いかなという印象ですね。はい。まあでもやっぱ土地で大体1万ぐらいいくから、こっちのスペルカードが1万ぐらいで抑えんと2万切ってこないからな。まあやっぱりそこら辺考えると単色じゃないと厳しいのかなという感じですね。土地、金額を抑えるんであればね。まあ1万切るっていうのは本当ね、なかなか難しいね。はい。まあよっぽど意識しながら組まないとダメでしょうね。今んとこ、ほとんどね、このシングル価格意識せずに合計だけ見てる感じなんで、なかなかやっぱ抑えられないかな。はい、まあそれじゃあね、アリーナの方に画面戻していきたいと思います。はい、ということでね、今回は3万円少しオーバーする感じの結果ですね。まあ、シェオールはね、採用しなかったんですけど、まあ、執念の徳目がランプデッキだと抜きにくいね。非常に相性がいいんでね、シェオールは抜けてもこいつが抜けないんで、なかなかちょっと金額を抑えるのが難しいね。これ4枚だけでもう1万円とかだったんでね。まあ、ちょっと難しいところですね。寄生性掌握と入れ替えてもいいんですけど、やっぱそれよりこう全然こっちの方が強いですからね。悩ましい。はい。さあ、それではね、やっていきましょうか。はい、プレイ。さあ、7枚でキープします。さあ、土地を出してターン終了。さあ、土地を出していく。
バカへの進行か。まあしゃあないな。カードを引きつつ、これどうしようかな。出してもいいんだけど、まあまだあと一発殴られてもいけるから出すか。勝利か。殴ってくるんだ。まあ、これは全然ブロックしますが。さあブロック。そしてカード引きます。そして切り崩し、コケモリの戦慄騎士ですね。あんまりこれ使っ、多分初めてかな、あんま使った記憶がないね。これな、これはニッサ指定されそうだな。コツカか。いやもうクリーチャー化して殴った方が早そうだね。さあアタック。まさかの救出専門家来た。しまったな。それはミスった。攻撃しない。ターン終了。このターンニッサね、なんとか生きて帰ってきてほしいなというところではあるね。コツカが嫌だな。ニエデリンか。来てくれるのは歓迎ですね。あ、これしない。さあお相手サリアが来るが、まあ、これは殴ってこれないですよね。さあブラスカ。
ターン終了。まあ次のターン奥義でプラグを修正で突っ込んでいきましょうか。フォローでもいるのかな。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。血を出してターン終了。さあ切り崩し、この場合結構微妙だね。ここで土地あったらよかったけどね。早くニッサを出したいな。さあトークン出していきます。いやきついな、きついぞ。まあでも今ニッサ触れんかったってことは直ちには触れないんでしょう。さすがに優先してニッサ倒しそうだよね。あとまあこいつがいるからね、土地が。ここもブロッカーになるし。除去があんのかな。44になる。どうだろう。今のところそれほど重要ではない。あー直令あんのか。そうか、参ったな。いや、いいですね。さあ、多元打ちの突破。
シェオルとブラスカで行く？ニッサか。さあ、これしない。ターン終了。さあ、カード引きます。どう踏み潰せるかな。さあ、クリーチャー化して、さあ、ダック。まあ、ちゃんと計算してないんですけど。どうだろう。あ、いけましたね。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープします。そんな速走か。ターン終了。剣だ、それはやばいね。さすがに、さすがにちょっとやばい。さあ、ちょっともう一枚土地が来てほしいところですね。こうなると、なんとか全世界の進行を打ちたいな。結構痛い。お、来ましたね。まあ、ここでクリーチャー出す、いや、こっちの方がいいか。あと2枚出して、まあ一応次33出るし、まず吸ってカード引いて、いや、これはいいですね。リーチャー潰しに来ますか。ん？あ、違うか。ここはね、もうブロックしていきたいな。さあ、ブロック。相手ハンドがないんで、ね、かなり楽になりましたね。はい、対戦ありがとうございました。
はい、いかがだったでしょうか。ゴルガリランプということで、なんか意外とカジュアルデッキのつもりで作ったんですけど、ランク戦3戦3勝ということで、サクッと撮影が終わりましたね。白タン、黒タン、赤タンという感じで当たったんですけど、まあまあどうだろうな、まあ、こいつが結構白タンに強いかなっていう印象と、まあこれが赤タンに強いなという感じです。まあ黒タンが結構ちょっとしんどいかなっていう感じはありましたけど、はい、なかなか強く戦えたんじゃないかなと思います。まあちょっとね、シングルカークの方そんなに抑えれたデッキではなかったんですけど、まあまあそこら辺は意識したね、デッキそのうちやろうかなと思ってますけど、はい、まあそんな感じで、ゴルガリ好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。